分で5分、今のところクッキーになる気がしない。5分 !5! ちょっとなんか焦げ臭い。でもいい匂いもしてきたよ。やばい、オレオみたいな。パチパチいってる。サクサク。味は、うん、ミルク。こんにちは、シエルです。今日はもうすぐバレンタインということで手作りクッキーを作っていきたいと思います。簡単クッキー作り、材料はこちらです。森永乳業のクリーム、そして100均で買ったカップです。コーヒーに入れるミルクの粉、オーブンで5分焼くだけでクッキーが作れるという、これ今ツイッターですごい話題になってるので今日はそれに挑戦したいと思います。超簡単じゃない、ね、多分ね3分クッキング以下じゃないもん。もう入れて焼くみたいな。入れて焼くだけ。うん。ちなみにね、このクリープはね、うん、このスティック状になってるやつを買ったんだけど、これね300円弱ぐらい。せーの。ぴったりじゃない？ちょっと多い。分厚いクッキーできそう。それ半分にしたら、一袋で2個分ぐらいにしたら。うっそ、そんなの薄すぎじゃない？あ、これ？いいね。あ、そうだね。多いな。多い？オーブンで5分。5分ね、うん、3分クッキングじゃないけどあれとかだ、3分とか言っときながらさ、うん、では冷蔵庫で固めてたのがこちらですか、言うでしょ。 OK、 かわいい。今のところクッキーになる気がしない、うん、気がしない、はい、200度に温めたオーブンで5分間焼いていきたいと思います。はい、5分ゴー。今日はちょっとバレンタインのイベントを楽しみたくて、うん、もうすぐだもんね。そう、うん、なんか今最近はデパートのデパ地下っていうの、うん、あれとこ見るのが楽しみ、ね、中西りなちゃんのチャンネルで、はい、チョコレート1万円分買ってみたという動画を、そちらはりなちゃんの YouTube チャンネルでチェックしてみてください、はい、というわけで私は今クリープでできるクッキーを焼いているのでその5分間でちょっとバレンタインの話をしたいなと思うんだけれども、なんか私ね、うん、あんまりハッピーな思い出がなくて、いや私もない。私すごい覚えてるのが、うん、15歳ぐらいの時にケーキ作ったの、すごい豪華なチョコケーキみたいな、ハート型の、年上のその時気になってる人にあげたら、はい、ホワイトデーに何もなくって、うん、ショックだった。いやでもそういう人いるよねてか私はほぼほぼもらってない、もらってない、だから催促する、ホワイトデーだよってあ、言うんだ、くれないのみたいな、うん、いや私はなんかあんまり連絡取れる人じゃなかったから、うん、まあ、そのままあなかったんだなと思って、うん、終わった思い出。いや私彼氏とかでもくれない、うん、男の子あんまくれないの？え、どうなの？でもさ、2倍返しとかするって言うじゃん。バレンタインであげた分の2倍か3倍の値段を返してくれるみたいな。ああ、お返し？そう、お返しって。そうなの？うん。気持ちじゃないの？そう、気持ちじゃないらしい。一回だけ思い出があるのは、スイートポテトを作って、うん、それが多分さ、まあ、1000円ぐらいじゃん、多分。いろいろ材料費とか。てかさ、手作りってさ、お金のその何価格わかんなくて。わかんないけど、うん、まあそのいっぱい失敗とかもしてるから、うん、多分1000円ぐらいかかってんだよ。1000円ぐらいかかったよね。そう。で、それであげたら、お返しに、なんかマカロンとマグカップかなんかもらった。うんうん、それはやりよるな、この人と思って。いくつの時？それ22とかかな。そっか、返さないの結構当たり前なの？いや、何が欲しい？いや、小学校の時とかはさ、キャンディーをお返しにあげるっていうのが流行ってたよね。キャンディーだったじゃん。だよね。今はどうなの？今なんだろうね。でも私アクセサリーとか欲しいな。スタバカードとか。ギフトカード、ね、うん、そう、ギフトカードとかいいかも。ね、2000円分ぐらいくれたら嬉しい。あ、でも2000円じゃちょっと今足りないよね。いや、いいよ。いいよ、2000円で。お花とか。ああ。私すごいお花好きなの。女性は物にシビアなんだって。うん、でもね、男性は物もらえば何でも嬉しいんだって。これは嫌だとか、これは良かったとか言うのは男性はあんまないんだって。ちょっとなんか焦げ臭くなってくる。でもいい匂いもしてきたよ。なんかベッコアミみたいな。うん、ちょっと甘い香りしてるね。すごい。最速の。最速のピーク。あ、やばい、やばい。正直に読みそう。何これ。オレオみたいな。想像してたのは、こんがりきつね色だったんだけど、オレオできました。簡単にできるクッキーって聞いたんだけど、焼くときにね、うん、上の段にしたからいけなかったんだけど。あー、それもあるかもね。ちょっとね、強かったんだよ、200度が。で、このおんこの、
2分ですね。ちょっと2分でやってみて様子見ながら作った方がいいかも。こぼれた。テイク2いってらっしゃい。まさかのこのクリープクッキーを失敗という簡単クッキー作りで焦がすってどういうこと？やっぱ分数って間違えちゃいけないんだよ。でも5分って書いてあったじゃん。だからやっぱその量によるっていうかさ。これカップがちょっとちっちゃかったかも。そうだね。もう可愛いなんかラングドシャになるって書いてあったからさ、プチとかあれぐらいじゃんサイズ。うん、もう一回焼き直してます。今回は短めにいってるんで。写真を忘れるべからずだよね。高校の時さ、手作りで何回も失敗したよ。大変。簡単なのなんてない。ないね。うん、海外だと、まあ、海外どこまでかわかんないけどさ、うん、男性がさ、女性にあげる。ああ。あ、まだまだ。まだ？日本だと結構男性シャイというかさ、だから多分女性の方がさ、積極的にあげてるかもしれないんだけど。でさっきさ、うん、チョコレート買いに行ってたじゃん。うん、そしたらさ、前の女性1万円分ぐらいのさ、あ、結構な数のさ、すごいの買ってた。ねえ、買ってたよね。うんうん、高級チョコレートのほんと詰め合わせの、うん、もう一番大きい箱。そうそう。なんかプラスアルファみたいな。うん。で、なんか紙袋とか、うん、多分なんか特注なのみたいな。すごい大きさで、しかも縦にチョコ入れてたよね。ああ、確かに。か予算ってどれぐらいなのね。本命にあげる予算。友達1万円分ぐらい、ゴディバだったり、いろんなのをこう詰め合わせてあげたりとかしてるらしい。そんないる？チョコレート1万円分にするなら、うん、なんか、1万円ぐらいなんか物とちょっとしたチョコセットするかな。あ、いいかもね。いいかも。うん、あ、いいんじゃない？もういいんじゃないこれで。え、もういいの？ダメだよ。あ、雑い。写真の通りだよ。完成！パチパチ言ってんの。何なんだろうこれ。でもすごいね。クリープってそういうなんかあんのかな。入れ物が大きいとクッキーっぽくなるのかもしれない。ね、ということで、食べていきたいと思いまーす。実食！実食！はい、どうぞ。りなちゃんのために焼きました、はい。ありがとうございます。いただきます。あ、音がポリポリしてる。顔。なんかクッキーってサクサク。うん。シュッって感じじゃん。なんかずっと残ってる。うん！クリームじゃん。濃厚。濃厚だね。甘みが、うん、結構濃い。濃いね。ね、なんで？まだ歯についてる。それはわかる。いや、でも、めちゃくちゃ歯に詰まってる。最初の一口目はクッキーだと思う。うん、ね。あ、すごいみたいな。うん、サクってなってる。そう。ただ、噛んでいけば噛んでいくほど、ずっとなんか残ってるわけ。歯に。うん。ワクワク。サクサク。サクサク。うん。味は、うん。ミルキー。いや、ミルキー、うん。ミルキーをクッキーにして、うん、この、粘っこさは、すべて歯にこうくっつくみたいな。くっつく。一応ね、エネルギーはね、うん、まあ、これ1本15カロリーだから、あ、まあそんなに。半分でしょ、7カロリーぐらい。うん、で、この甘みってすごくない？この。すごい。これはすごい。濃いめみたいな。うん、これすごい。でもこんななんかサクサクになるんだなっていうのに驚いて。今、中西里奈ちゃんには、うん、このクリープを使って作りますって言ったじゃん。だけどこれ、うん、知らなかったら多分普通に食べたら、あ、甘めのクリーミーなクッキーだねって多分思うと思う。うん、まあそっか、そうだね。うん、思った以上に美味しかった。うん、時間と温度と、うん、あとその粉の量間違わなければ、うん、速攻クッキーできるからね。簡単。いや、すごいよね。すごいすごい。クッキーって結構大変じゃん。うん、こねたりいろいろあるじゃん。うん、すごい。こんなんでサクサクになるっていうのがすごい。うん、はい。しかもめちゃくちゃ粉余ってるから、これどうすんの？めっちゃクッキー食べる。これはもう全部コーヒーに入れる。コーヒーに。今日は手作りクッキーの動画でした。このね、クリープでクッキー作ってみたっていうのツイッターで流行ってるので、よかったら皆さんも挑戦してみてください。はい、まあ、バレンタインの本命の人に、うん、どう手作りこれ。ちょっとやめといてください。でも絶対ほんとこれ、言わなきゃわかんない。いやー、ちょっとやってみたいな。うん、もう一個。いや、ちょっと無理。はい、というわけで今日は手作りクッキーを作ってみましたという動画でした。はい、今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。